ブライアン・マッシュー・ダンシングは、アメリカ合衆国カンザス州マーシャル軍、メアリーズビル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のシカゴカブス参加所属。愛称はドゥース。2005年の MLB ドラフト3巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。2006年は、A 級、ベロイトスナッパーズ、A 級フォートマイヤーズ・ミラクル。 a 級ニューブリテンロックキャッツの3つのマイナーリーグの階級で投げ、2007年は a 級ニューブリテンとトリプル a 級ロチェスターレッドウィングスで合計15勝を記録。2008年はトリプル a 級ロチェスターで5勝11敗、防御率4.28に終わり、メジャー昇格はならなかった。シーズン途中の8月に北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表に選出され、 同大会では銅メダルを獲得。オリンピック期間中はブライアンズベースボールブログフロム北京と題したブログを公開した。トリプル A 級ロチェスター時代2009年はスコット・ベイカーの故障者リスト入りによって開幕ロースターで迎え4月10日のシカゴホワイトソックス戦でリリーフ登板でメジャーデビュー。14日にベイカーが復帰すると トリプル A 級ロジスターに送られたが7月2日に再昇格した。先発とリリーフで合計24試合に登板し5勝防御率3.64を記録。ニューヨークヤンキースとの地区シリーズでは初戦の先発という大役を任されたが敗戦投手になった。2010年は開幕からリリーフで高投を続け7月21日からは ニック・ブラックバーンに代わって先発ローテーションに入り、8月14日のオークランドアスレチックス戦では初完封を記録した。9月20日のクリーブランド・インディアンス戦で勝利投手となり、自身初の2桁勝利に到達。最終的な成績は53試合に登板して10勝3敗、防御率2.62だった。ヤンキースとの地区シリーズでは第3戦に先発したが、 三回五失点、敗戦投手となり、前年の雪辱はならなかった。2011年は開幕から先発を務めていたが、8月に5連敗を喫するなど後半戦は打ち込まれることが増え、9月にはリリーフへ回された。ただし、セーバーメトリクスの観点からは、投球内容自体は前年までとさほど変わらないという結果が出ており、 防御率5.23に対してザ・フィップは4.05だった。2014年1月17日にツインズと200万ドルの1年契約に合意した。この年4月は校長を維持して防御率0.84を記録した。その後やや調子を落としたが62試合に投げて防御率3.31を記録。防御率は2シーズン連続で低下し、 リリーフとしての適性を見せた。2015年、4年連続55試合以上となる55試合に投げ、通算350試合登板に達した。この年は4勝を挙げ、自己最高の勝率。800をマークしたが、防御率が3年ぶりに4.00を超えたなど、やや不振だった。オフの11月2日に、FA となった。2016年2月18日に、 カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、メジャー昇格はならず3月28日に自由契約とした上で4月1日に再度、マイナー契約を結んだ。トリプル A 級オマハストームチェイサーズに所属したが、5月16日に自由契約となった。2016年5月25日に、 ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。6月2日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。オリオールズではそれほど登番機会を得られず、メジャーデビュー以来では最小の14試合登番に終わった。成績は防御率4.051勝という内容だった。オフの11月3日に FA となった。 2016年12月2日にシカゴカブスと1年200万ドルで契約を結んだ。2017年は68試合にリリーフ登板し、一勝一敗、防御率2.74と7年ぶりとなる、防御率2点台を記録した。オフの11月2日に FA となったが、2018年1月22日に2年、総額700万ドルの契約でカブスと再契約した。 2019年3月24日にリーフとなり、28日にマイナー契約で参加のトリプル A 級アヨアカブスへ配属された。フォーシーム、ツーシームの2種類の速球とカーブ、スライダー、チェンジアップを投げる。脱三振率は低く、ゴロを打たせて取る投球が持ち味だが、先発ローテーションの中心を担うほどの力はない。ファンプリスはダンシングが 先発投手としてキャリアを続けた場合、防御率は4点台半ばに収束するだろうという見解を示している。ありがとうございます。